はい、京卓です。あみちゃんです。あみちゃん、はい、見つけた三重、はい、天神橋3丁目商店街ということで、はい、残り2日間になりましたね。はい、盛り上がってますよ。じゃあ今日土曜日なんですけども、はい、土曜日で実は特別イベントが、ね、そうなんです、あるんですよね。特別イベント、本日の特別イベントは、はい、三重県出身の落語家3代目林家菊丸、菊丸師匠による、噛んでるし、今肝心なところで噛んでるし、3代目噛んでる、林家菊丸師匠による落語の寄席があります。まあ、三重県出身の、そうなんです、3代目林家菊丸師匠ね、はいはい、菊丸さん、はい、本当にもう肝心なところで噛んでる、ね、すいません師匠、すいませんということで、ね、本当にね、はい、今日も菊丸さんもね、はい、お越しいただいてね、三重県のイベントを盛り上げていただきます。いただくということで、ね、はい、三重県の三、そうや、三重県の三、天神橋三丁目商店街の三、三重県の三や、三で、三代目林家菊丸さんの三代目の三、打ち合わせしてましたけど、全然もう全然覚えてないですからね。三三三って言いたかったのに、三重県のみでもういきなり話違ってますからね。あみちゃんしっかりしてください。トリプル三。三重県の、はい、いわゆる三やね。そうです、それが言いたかった。三、はい、と、そして、はい、天神橋三丁目商店街の三。そして三代目林家菊丸賞の三代目の三ということで。三が重なりました。3つ重なった。それも三が三つの三重丸ということで。はい。で、みえです。はいはい、もう三重県を盛り上げていただくと、そうです、本当にふさわしい特別イベント、はい、もうめちゃくちゃ盛り上がりますよ。めちゃくちゃ盛り上がります、はい、もうしかしあみちゃん相変わらずグダ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 、言いたいことが伝わればいいかな、グダグダ、まあまあそうやね、はい、ということで他にもね、今日いろんなところでっていうかね、この商店街で、はい、まあイベントっていうか、そうですね、また三重県から盛り上げていただこうということで催し物をやっていますので、はい、そこら辺の様子もね、ちょっとねご紹介ができればなと思ってます。で、事前これ林家菊丸さんの、まあ、本日の、ね、はい、出演ということ で、ね、じゃあ今日は、ね、桂慶次郎さんもなんと、はい、一緒に三重を盛り上げていただけるということで、ね、豪華ですよ。そうなんですよ、菊丸さんはね、私たちのチャンネルも、ね、出ていただいて、そうなんですよね、いろいろとね、はい、三重も一緒に盛り上げていただいてますけど、まあ、今回慶次郎さんも、まあ、一緒に今回、はい、お会いするの私たちも初めてなんで、はい、そうですね、すごく楽しみにしております、はい、というかね、これを機会にね、桂慶次郎さんも三重県のことをめっちゃ好きになってくれたら、そうですよね、はい、嬉しいなというふうに三重ファンを一人増やすと、はい、思ってますけども、はい、ということで、まあ、皆さん会場の様子を今からちょっとね、はい、ご紹介したいと思います。ご紹介します。あみちゃん、こちらは、はい、こちらは、はい、熊野市から来ていただいてます。 お宿ですね、海光さん。お、はい、今日はね、熊野のいろんなもの持ってきてもらってますよ、東紀州地域の。あ、ということは PR もしていただきながら、はい、あ、貼ってある貼ってある貼ってある、あ、海光さん、はい、お宿ですね。いや、もうね、泊まりに行きたいのよ。最近全然泊まりに行ってないからね。最近行けてないですよね。すごいええとこやしね。 YouTube 慰安旅行行きたいですね。 YouTube 慰安旅行、はい、お食事も美味しいしね。そうなんですよね、海光さんね、はい、本当にね、コロナ落ち着いたら皆さん ね行ってほしい、ぜひ行ってほしいですよね、うん、多分ね、いろんなものが、あ、これは詰め合わせセットですね。あ、へえ、あ、これがね、三重熊野食卓の、あ、セット商品なんだ。セットですね、これ青さ入った青のりの刺身こんにゃくとか、ね、はい、マグロご飯炊き込み、ビグマのカレー、はい、とか、あ、これサンマの甘露煮とかね、あ、美味しそう。本当熊野っていう感じですね。これだけでご飯何十杯もいけるね、はい、あ、極味噌もあります。何十杯もいけるで、ご飯いけます、何百杯いけます、何百杯、はい、いや本当にね、メハリとかね、はい、こういうものも、あ、こちらはなんか王子掛けですね、はい、これがなんかセットで買える、これね、セットで購入するだけで熊野めちゃくちゃ味わえますね。そして、あ、新姫のキャンディーとかさ、はい、ベリーとか、ね、熊野の柑橘ですからね。そしてドリンクとか、はい、これうまそうね、サンマの甘露、やっぱ美味しいよね、こんなね、これいいですよね、マグロご飯とか、ご飯進むもんばっかりですね。こちらの方には、あ、ヒノキ、あ、こちらは体験が、あ、ヒノキの舞橋作り体験なんだ、はい、あ、ヒノキのいいな、これ、あ、いい匂いしますよ、これ秋内の試着中とかなんかね、いいよね、はい、いいですね、こういうのものも販売をしていただいて、はい、ということなんですね。あみちゃん、せっかくなので、はい、海光さんの、はい、まあ、含めて、はい、お宿の魅力とかご紹介いただきましょうか。ちょっとじゃあお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、海狩中村さん、はい、お願いします。お願いします。海光さんの魅力を教えてください。そうですね、やっぱり高台にありますので、まず景観がいいという点で、あとお食事がですね、懐石もございますが、居酒屋スタイルでテーブルオーダーバイキングで多国籍の料理とかも、一品料理とかもいろいろおいしい食事もありますし、なので温泉を掘ってありますので、熊野温泉ということで、大きなお風呂で旅の疲れを癒していただければと思います。ありがとうございます。ご飯も、ね、ご飯も美味しいし、温泉もって言ってましたよ。いや、はい、さん、もう一度ちょっとせっかくなので、はい、こういう、はい、施設で景観もええしな、ね、山の上ってね、高台の上やっていうことで、ね、料理も美味しいし、はい、これもリフレッシュ間違いなしです ね、 ね、私たちもまたロケ行きたいね。行きましょう、海ロケしましょう。また中村さん、ぜひちょっとロケ、はい、ぜひお越しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ今日一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。あみちゃん、はい、今回ですね、はい、三重県ゆかり の、 はい、お店で、そうなんです、ね、お食事とかお買い物とかをしていただいたら、はい、なんとね、三重県の、ね、はい、いろんなもの当たりますよ。いろんなものが当たる抽選会をね、はい、開催してるんですよね。そうなんです。これがね、抽選会場です。そうです、お楽しみ抽選会場ということで、はい、はい、あそこに商品の何当たるか書いてますよ。こちらありますね。一等、はい、真っ逆牛か伊勢海老、めっちゃいいじゃないですか。やっぱね、まあ、三重県って言うと皆さんね、やっぱ伊勢海老とか松阪牛とか、あ、隣にはあれだよね、本日のイベントの、はい、菊丸師匠の、はい、はい、寄せ木がありますよ。はい、PR とそれで、はい、最近ね、抽選会ってガラガラやん、普通ガラガラっぽいやけど、あみちゃんこれ、ね、違うんだよ。見て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 、これご時世反映してますね、はい、非接触型で、手をね、かざすとガラガラって、ガラガラって画面で、一回やってみて。はい。わ、回った。こんな感じで回って、お、はい、ゴッドということ。なかったことにしろ。なかったことにされました。今スタッフの人がさりげなくなかったことに。じゃあもう一回。もう一回やってみようか。もう一回。もう一回やってみようか。来い。もう一回。行っとこい。だ、行っとこい。あ、ゴッドや。なかったことにされるやんみたいな。あ、まあ、もう一回また。もう一回やりましょう。じゃあ右だけにもう一回やるか。そうね、3回目。はい。3度目の正直。ドン。ドン。どうぞ。取り消し、やっぱりされちゃうという。あー、残念。まあね、本当にあみちゃん不自由ないね。キヨタク&あみちゃんのキヨタクです。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんね、はい、あみちゃん、まあ、久しぶりにやるんやけど、はい、三重県大好きコンビのキヨタクです、はいはい、アミちゃんですよね。こんな雰囲気やったかなと思ってやってみたんですけど。いやいや、もう一回ちょっと、もう一回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 。三重県大好き忘れてましたね。はい。はい、どうもー。どうもー。三重県大好きとコンビの清田君、アミちゃんの清田君です。いやいやいや、ちょっと、違うって。え？違う、噛んでるし、久しぶりやから。ちょっともう一回、もう一回だけやりましょう。どうもー。どうもー。三重県大好きコンビのアミちゃんです。釣られるやないか、お前。清田くです。もうボロボロって。いや、ほんとね、三重県大好きコンビの清田くアンダーミンの清田くです。アミちゃんです。いや、ほんと久しぶりですね。はい、この感じ。いやいや、見て、このバッグ。私らのために。いやいや、そんなことないけども。あ、違うんですか。そうです、今日はね、はい、三代目林明丸さんのね、はい、講座があるということで。あ、そうですね、はい、こうやってね、会場、作られて、ええー、感じですよ。作られて、はい、菊丸さんが来る前に。まだ来てないですよ。はい、まだ来てないから、来る前にちょっと漫才したろと。やっちゃおうっていう。本当に先にやっちゃおうっていう。でもね、なんとね、実はね、無人じゃなくてね、今日ね、お客さんいるんです。めっちゃ見て見て、めちゃくちゃおるよ、これ。すごい。今ここね、会場20人なんですよ。え、ゲリラやのに、すごい。菊丸さんが今講座やりますけど、20名なのに。菊丸さんでも20名なのに。菊丸さんでも20名なのに。見て、今うちめちゃくちゃおって、1人やで、ね、やばいっすね。1人やで、ね。大ファン、大ファン、一人。なんで聞きつけたやろ。チラシも何もなかったんだけど。なんやろ。なんかさ、僕らがさ、なんかさ、撮影所って入ってきたら、なんか後ろついてきた女の人みたいなか。ストーカーや。
いや、そうかっていう方、大阪の俗に言うおばちゃんっていう方かな。おばちゃんね。おばちゃん。なんか後ろついてきて、で何にも説明も何もしないのに、なんか座っとるよね。すごい、勝手に入ってきたんですか。ここに座ってるよ、ね、関係者じゃないの。関係者じゃないけど座ってる、ね、関係者かのように。そう。まあいいかということで。まあいいですね。まあ、多分三重県好きですから。そうですね。本当に、ね、はい、三重県って本当に、ね、まあこの今天神町商店街三丁目で、ね、三重県の PR してるじゃないですか。うん、本当に、ね、三重県のことをね、皆さんにやっぱ僕ら知ってほしいからね、いろんな活動してる中でね、はい、やっぱなかなかね、意外とね、知ってそうで知らないじゃないですか、三重県のことね。だってさ、亜美ちゃん、三重県のことでさ、皆さんにさ、なんか知ってほしいことってある？知ってほしいこと？うん、私が伊勢うどん好き。いや、まあ、いや、ごめん、あの、はい、俺、三重県のことを知ってほしいって言ったやんか、はい、今、あなたが伊勢うどんを好きって、あなたのことやね、今。三重県出身の亜美ちゃんのこと。違う、そうじゃなくて、三重県のことを知ってほしい。あります、逆にあります。あるあのね、例えばその三重県に、まあ、あの近くって遠い、遠くって近いっていうか、なんかちょっとあんまりはっきり皆さんね、わからないけど、どっちなんやろっていう。意外とでもさ、はい、近いんだよな。だって電車で行けるやん。電車で行けます。電車で行けるやん。だってさ、電車で行けるけど、意外とさ、三重県に電車走ってるのしなかったりするやんか。地下鉄？地下鉄なんかさ、え、地下鉄、ね、え、地下鉄って三重県どこ走ってたっけ？え、大阪から、あ、まあ、伊勢志摩、名古屋もからも伊勢志摩。いやいや、それさ、亜美ちゃん、地下鉄って言うけどさ、はい、あの、近い鉄道って書いてなかった？書いてましたよ。いや、それさ、近い鉄道って書いて近鉄って読むんやで。え、いや、え、あんた今まで地下鉄って読んどったの？地下鉄やと思ってました。いや、あれ近鉄っていうの。あ、近鉄だそうです。近鉄だそうです。はい、あの、誰もおらへんけども、笑ってますよ、さっきのおばちゃん。そうか、一、はい、人だけ笑ってもらったら、ね、笑ってますよ。でも三重県ってさ、意外とさ、その真ん中やからさ、日本の真ん中やからが、へそね、へそ、へそ、はい、へそのへそ、へそのお、へそのへそって何やねん。へそのへそって意味わからない。あの、いろいろなさ、ものの境目って言われるんだよね。言われてますよね。言われる。あの、例えばさ、その、僕が知るのは海苔。海苔ね。海苔。あの、味付け海苔。そう、焼き海苔って。戦争ね。そうそう、はい、戦争。焼き海苔戦争ね。いや、三重県ってさ、焼き海苔と味付け海苔って意外と分かれるやんか。分かれます。そう、だってさ、おにぎりの海苔をさ、結構どっちにあの買おうかって迷うことあらへん。分かりますよ。そうやろ。焼き海苔か味付け海苔。あ、そう。友達と揉める。いや、そんな大層なもんじゃないよ。ああ、あんた焼き海苔、いやいや、私味付け海苔やけど、はあみたいな。いやいや、そんな揉めてどうするの。もうやめる友達みたいな。いやいや、それちょっと大げさすぎるやろ。まあ、でもありますよ。なんとか派やね、やっぱりありますよ。そう。だってさ、あの、僕の知っとるさ、はい、あの、犬とかなんかさ、はい、あのご夫婦さ、あの、奥さんがさ、あの、味付け海苔派でさ、旦那さんがさ、焼き海苔派でさ、めっちゃ揉めて離婚したで。やば、三重県これあるあるですから。三重県ある、三重県あるあるの。だって、あとカレーとかもね。ありますね。カレーもポークとあのビーフカレーってあるじゃん、ね、はい、でも三重県ってポークとビーフってさ、2つ分かれるのね、はい、だからそれでもさ、結構どっちにするっていうのは結構ね、ありますよ。これもね、結婚する時もすごい大事ですから、うん、だって、あの、結婚する時の条件で、例えば私もビーフカレーやったら、あなたもビーフカレーって、もしポークカレーやったら、もうそれで破談やもんね、はい、もう、あの、譲れへんのやったらもうダメですね。そう、だから付き合う時の交際の条件が、はい、カレーはビーフかとかね、だから海苔は焼き、あの、味付け海苔かとかね、ここは合わんとね、やっぱ、ね、そう、やっぱり俗に言う、まあ、はい、性格の不一致もつながる可能性があるから、ね、それ離婚理由、離婚理由ですから。あの、多分世間ではそういうのは離婚理由にならへんけども、はい、あの、カレーとかね、あの、はい、海苔の種類が合わんかったら、三重県では離婚になるからね、はい、三重県の裁判所では認められますから、認められますから、はい、もう結構ね、それ結構調停、あのね、いろんな調停かかりますよね、調停かかりますからね、はい、本当に。いやいや、まあ、そんな三重県ですけども、はい、あの、本当にこの天神橋三丁目商店街でね、はい、いろいろな三重県の PR してますけども、はい、私たちもね、三重県大好き、まあ、コンビとして、はい、京太くんと亜美ちゃんも、あの、どんどんこれからっていうかね、まだまだ PR 頑張っていきます、頑張っていきたいと思いますけども、はい、本当に、ね、普通やったらさ、だって普通やったらね、うん、だいたいそもそもさ、こう来た段階で皆さん拍手をして来てさ、拍手がバーってさ、はい、写真とかもバシャバシャバシャってやるやん、撮ってもいいのにね、撮ってもいいのに、誰も撮らへんし、誰も向かへんしさ、なんか撮ろうとしてるおじさん見えるよ。あそこでさ、スタッフさん見てみ、もう全くガン無視で機械の設備設定してるで、あれほんまや、普通やったら聞いてくれるやんな、菊丸さん待ち、もうあんなガン無視で早く出てけみたいな感じでさ、多分邪魔は邪魔やと思う。俺は邪魔ないんだよ、だってもうすぐ始まるもん。あ、そうか、はい、そうやな、はい、じゃあ、まあ、ここで、すいません、本当に、いやいや、じゃあ僕たちもこれからまた引き続き、はい、あの、盛り上げていきたいと思います。頑張ります。はい、では。